こんにちは、もとこです。はい、本日動画2本目ですね。こちらのベストの後半ボリューム2をお届けしたいと思います。ベストの組み立て方、あと襟ぐり、アームホールなどでですね、仕上げ方をご紹介します。糸のね、こう魅力だったりとか、あとキットの販売の詳細だったりとか、そういったものはボリューム1でご紹介しているので、ボリューム1を見ていただけたら嬉しいです。はい、じゃあもうこの辺で動画に入りたいと思います。サクッとね、もうボリューム1でめちゃめちゃ喋ってるんで、はい、それでは動画に入る前に、概要欄に糸の詳細や SNS オンラインストアの情報などなど載せております。もしよろしければご覧になってみてください。はい、それでは早速編んでいくぞー。身頃がこんな感じで編み上がりました。スチームアイロンもかけてます。それではここまでの編み上がった状態の寸法を測ります。細かい寸法は図案の方にも記載するので、そちらも参考にしてください。まず着丈が60ですね。で、身幅が、60で編み上がってます。で、この脇の丈が32センチ。で、このバストのところですね、上胸というんですかね、ここが40センチで、肩幅が42センチで、ここの幅が、10センチですね。で、点幅が22センチで、トータル肩は42センチです。で、前下がりが、10センチになっています。で、後ろが前と違うところが下がりですが、ここが前、後ろ下がりが3センチですね。こんな感じで編み上がりました。それでは身頃を剥ぎ合わせていきます。この脇と肩ですね、剥ぎ合わせます。両肩両脇で剥ぎ合わせます。そして今ですね、中表、ここが表です。で、中表にして2枚を重ねてます。それではここ中表に合わせたら、柄と柄をその前と後ろでしっかり合わせながらピンで固定をしていきます。で、柄の位置をずれないようにピンで固定できたら、今回は鎖細編みとじで閉じていこうと思います。で、基本的にも閉じ方は皆様おのおの閉じやすい方法でいいかと思います。針を使ってこうかがってってもいいし、まあ、それぞれいい方法で閉じていったらと思います。私的には鎖細編み閉じで閉じていこうかなと思います。それでは一番端から針を入れていきます。この一番端の1本余っている鎖編みと、こちらは立ち上がり3目なので、3目の台の目になっているところに針を入れて、糸を2つ折りにして針にかけて引き抜きます。で、ここから編んでいきます。立ち上がり鎖1目で、また同じ場所に針を入れて、細編みで鎖編みを3目して、で、ちょうど良き場所に針を入れて、5目鎖編み3目して針を入
入れてごま編み、私的にはやっぱこの鎖細編みとじがなんか一番ゴロゴロしない気がして、結構これで閉じることが多いです。であとほどきやすかったり、ほどくこととかあんまないんですけど、まあなんか綺麗に、私的には一番綺麗に閉じれるかなと思って、これで結構かぎ針は閉じるようにしてます。で結構目の詰まったものとかだとまた違う閉じ方の方がいいのかなとは思うんですが、だいたい長編みとかで編んでるものはこれでいけるのかなと思ってます。でこんな感じで閉じていくと、表から見たらこんな風に閉じれています。でこれで脇とあと肩もですね一緒に閉じていきます。すべて剥ぎ終わりました。脇とこの肩ですね、肩両脇と両肩剥ぎ終わりました。そして剥ぎ終わったら表に返します。こんな感じですね、綺麗に肩も剥げてるし脇も綺麗に剥げてます。それでは次は裾のリブを編んでいきます。ここからは6号針を使っていきます。そしたらこの身ごろをくるっと上下を返して、この裾から裾に向かって編んでいきます。それでは裾のこの長編みですね、長編みを引き上げ編みしながら編んでいきます。で裾なのですが、それではまずですね、ここから編んでいきます。この作り目の1本余っている目に一番最初は針を入れて立ち上がり3目を編みます。それではここから表裏表裏と引き上げ編みをします。針に糸をかけます。でこの先ほど引き上げ編み、あ、じゃない、先ほど糸をかけて立ち上がりを編んだこの目の次の目をまず表引き上げ編みで、その次は次の目を裏引き上げ編み、この表裏表裏を繰り返していきます。針に糸をかけてこの長編みの足をそっくりそのまま拾います。で針に糸をかけて引き抜いて2本ずつで、次裏ですね、裏引き上げ編みもまず針に糸をかけて長編みの足を裏側からそっくり拾います。で針に糸をかけて引き抜いて2本ずつ、これを繰り返していきます。表裏で、これを今1段目なのですが、もう 1,2,3,4,5 ともう同じように前段が表引き上げ編みのところは表引き上げ編み、裏引き上げ編みのところは裏引き上げ編みを編んで、この引き上げ編みで筋を作ってリブのように大針編みのリブ編みのように見せていくというやり方になります。1段目ここまで編み終わりました。最後表引き上げ編みですね。でこの立ち上がり鎖3目の3目目に針を入れて引き抜き編みをします。このようにして裾の部分は輪にして編んでいきます。それでは裾2段目ですね、立ち上がり鎖編み3目で、次ここ表引き上げ編みなので、この表引き上げ編みのこの足をそっくり拾って表引き上げ編みを編む、前段に習って編んでいきます。次は裏引き上げ編みなので、この先ほど前段で編んだ裏引き上げ編みの足を拾って裏引き上げ編みを編むというふうに、表の部分は前段が表なら表引き上げ編み、
前段が裏なら裏引き上げ編みを編んでいきます。裾を全部で5段編みました。こんな感じです。ここが身ごろの1段目の長編みですね。でここを拾って1、2、3、4、5段、表引き上げ編み、裏引き上げ編みで編んでます。表も裏も引き上げ編みにしてるので、ここ結構しっかり地圧になって裾のアクセントになってとても可愛いです。それでは次は襟と襟ぐり前、後ろ、そしてアームホールを編んでいきます。編み方はもう裾と同じです。表裏1目ずつ引き上げ編みをしながら編んでいきます。で、この図にある通りアームホールは前と後ろそれぞれ68目ずつ拾います。袖口ですね、表前後ろ68目ずつ。そして襟ぐりは前が66目、後ろが44目拾います。で、それぞれ4段ずつ編んでいきます。ここアームホール、袖口ですね、編んでいきます。で、編み方なんですが、もう本当68目ここからここまでで拾います。ただこのままざーっと拾っていくと、なんかこっちに詰まっちゃったりとか、ここが詰まっちゃったりとか、なんかそういうことが全体で今度目が足らないとかなったりするので、一応分割して、印をつけてその間に何目みたいな形にすることで均等に編めるようにしていきたいなと思ってます。で、一応3箇所ぐらい、3分割ぐらいにすればいいかなと思っていて、でカーブで今34センチなので、まあ、大体 11.3 ぐらいですね。33、11.3 ぐらいのところに印をつけて、で、この間に、68目なので、大体33目、32目みたいな形で目が入っていくようにしたいと思います。では袖口編んでいきます。今印をつけたところに糸を2つ折りにしてつけます。で、1段目は全部長編みで編みます。で、2段目3段目4段目を引き上げ編みで編んでいきます。1、2、3目、立ち上がり鎖3目編みました。で、ここから長編みを編んでいきます。こんな感じで拾っていって、さっき言った数字、だいたい33目、32目になるように長編みを編み入れて、後ろのアームホールも同じようにして編んでいきます。違いました。68目なので、68目なので23、22ですね。で、入っていくように編んでいきます。こんな感じで前と後ろ68目ずつ拾いました。それでは2段目編んでいきます。もうここからは表引き上げ編み、裏引き上げ編みを交互に繰り返します。立ち上がり鎖3目。表引き上げ編み、裏引き上げ編み、表引き上げ編み、裏引き上げ編みと交互に繰り返しながら全部で4段編んでいきます。で、襟ぐりも、図案というか編み図の指示通りに目を拾って編んでいきたいと思います。はい、袖と襟ぐりも4段ずつ編んで完成しました。身ごろは3種類の編み地がそれぞれ全然違う表情を持っていて、この間に入れた長編みの、筋編みもすごくアクセントになってて、すごく可愛くできたのではないでしょうか。このね、この山になってる部分もすごくいい味を出してます。で、あと襟ぐりとアームホール、あと裾も
結構ねここだけしっかり厚みも出るんで、これもなんか高級感を出してくれてると思います。それでは仕上げにネームをつけていきます。ネームつきました。それではサイズ、仕上がりサイズ測ります。着丈が64センチ、で身幅が、60センチで仕上がってます。であと肩幅が リブから リブで48センチで仕上がりました。重さです。501g で仕上がってます。13玉以内で完成します。いかがだったでしょうか。これで完成です。結構ね、まあ根気は若干大きいのでね、大きいし柄もまあもちろんこの辺とかぎっしりだし、あとねこういうとことか、まあまあ若干手間はかかると思いますが、出来上がってみたらすごく可愛く仕上がるので、ぜひぜひ編んでみてください。はい、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またねー。